ったっていう面白が。ちょっと待ってね。はい、調整しまーす。ガガゴ系でーす。いつでもどうぞ。どうです。ということで、今から大分に向かいまーす。カット、カット、カット。YouTube でって言ったらいかないですよ。困るんですよ。絶対言わ一番いいか。今日は何しに大分に行くんですか。今日はですね、はい、なんと、はい、クワガタを買いに行きます。おー、虫を飼うっていうこと自体が初めてなんで、ちょっと今後ちゃんと長生きできるさせられるかちょっと不安ではあるんですけども、はい、今日はちょっといいクワガタを、はい、相棒として見つけられればいいかなということで、今日は頑張っていいクワガタを見つけていこうと思います。それでいこう。今回お邪魔したのは大分県佐伯市にある佐伯カブトムシ販売って看板に書いてた。うん、いろんなカブトムシクワガタがいて、正直どれ買うか迷ったけども、なんか面白そうなガチャガチャがあったから、それをやってみたよ。なんと一頭にはヘラクレスの成虫。後藤です。はい、という感じで聞きに引きまくって計15回。まあね、全然いいの出なかったけど、15回も引いたらね、こんなに大荷物、帰りがとにかく疲れた。ということで、この前飼った子たちはね、ここにこうやってあります。ちょっとね、このカブトムシの幼虫たちはちょっと一旦ね、土待ち、うん、土の発送待ちですね。こいつらがちょっと俺が作り方がわかんなすぎて、適当に作って今入れている幼虫4匹かな。これがあと4匹。あと3匹。うん。11匹幼虫います。で、こいつがうちのパリーオオクワガタっていうクワガタですね。まあ、サイズ的に言ったらまあ、こんな感じなんですけど、めちゃめちゃ可愛いです。ということで、こいつらをね、頑張って育てていきたいと思います。あー、ごめんね。ごめんね。